私たちエールです。よろしくお願いします。はい、まずは自己紹介をさせていただきます。はい、オレンジ担当エールのシャナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、紫担当エールのマナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。やったね嬉しい。はい、そうですね、今日は久しぶりの八街なんですけど、ちょっとね、少し遅めのハロウィンということで、うん、遅れちゃったね。去年去年じゃない、ね、去年じゃない、おとおととし、おととし、おととしに来たこのヒョンシーを着てみました。パインちゃんとお揃いだけどパインちゃんのではありません。はい、大丈夫です。ちゃんと自分たちのです。パインちゃんの着たらさすがにね、多分こうなっちゃう、動けないね、動けないね、着れもしないけどね。じゃあ、はい、でっかいパインちゃん、でっかいパインちゃんとして、でっかいパインちゃんとして、はい、今日は楽しんでいきましょう。はい、次はダンスなんです。あ、違うわ、違います。次はじゃあ歌になるので、お聴きください。何を呼んでも、あなたは
ございました。でもさ、長袖めっちゃ暑いね。しかも踊りづらそうね。踊りづらい。あ、そういえばちょっと聞き忘れてたんですけど、前そのさ、おととしにこれを着たって言ったじゃないですか。これ見たことあるよって人。お、いるね。いるね結構。結構いますね。今、ね、まあ、じゃあその初めて見たよって方も。うん。前見たよって方もぜひこの後物販で席一緒に撮ってください。キョンシーでお願いします。お願いします。はい、そして告知をします。はい、来週はねちょっと空いちゃうんですけど、23日に鴨川で、そして25日に上野だけ、あ、じゃあ19日に五反田 G7 さんにてライブがあります。分かりづらいかな、ちょっと順番があれしちゃった。19日に五反田 G7、 23日に鴨川、25日に上野でライブがあります。はい、またね、詳細とかはちゃんと X にてお知らせするので、ぜひ確認していただけたら嬉しいです。お願いします。そして生誕、そうです、生誕です。ナイス生誕。12月の2日に私たち生誕祭が決まりました。イエーイ。ちょっと間違えちゃった。生誕祭、はい、生誕祭です。はい、はい、ちょっとね、千葉でね、遠い人もね、ここはもう千葉ですけど、千葉ですけど、ね、まあぜひ来ていただけたら嬉しいです。お願いします。物販でね、物販に行ってこの後ね、チケットを販売するんですけど、うん、もう最善があと残り2枚で合ってますか。残り2枚ですよね。2枚ってあと2枚残ってるので、ぜひ早めに、最善で佐野真菜を近く見たいなって人がいたら、ぜひ最善でお願いします。お願いします。佐野真菜だけじゃなくて、パインちゃんも来てくれるし、ココカメちゃんも来てくれるし、なんとオルゴールさんも来てくださるので、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあこの後は物販なのでもっと喋ります。もっと喋ります。アンコール行きますか。アンコール行きますか。八幡でアンコール初めてじゃない。初めて。でもさ、前あれだよね、八幡でさ、めっちゃ大雨降ってさ、1曲しか歌えなかった時あったよね、エースマイルの。見た、その時見た人いる。知ってる人が多い。びしょ濡れになったよね、みんなでね。頑張ったよね、あの日ね。頑張ったよね。頑張ったね。エースマイル、マナたちもここで超びしょ濡れになりながら、風呂上がりだったもん。ミクシーしてって、歌ったよね。懐かしい。エースマイルは今日はちょっとないですね。ないです、ごめんなさい。何歌った方がいいかな。何が聞きたいとかありますか。やっぱ新曲リンク。やっぱリンクだよね。じゃあもう一曲いっちゃいますか。だよね。じゃあもう一曲いっちゃいますか。いっちゃいましょう。はい、イエーイ。じゃあ聞いてください。お願いします。リンク。I'm not afraid to die.
でね、本当にラストの曲終わっちゃいましたね、はい、楽しかった、めっちゃ楽しかった、汗すごいけどね、うん、暑いけど暑いけど楽しかった、ありがとうございます。しかもね、久しぶりの八千代だったから ね、 ねめっちゃ楽しかったです、うん、そうだね、前はね、あっちの反対口の方で ね、 そうだね、やったんですけど、ね、制服だったね、あの時は、ね、うん、人気だったよね、あの皆さんからの投票で決まった制服を着たんですけど、ね、めっちゃ人気だったよね、いいねって言ってくれたね、そうだね、じゃあまたもし制服ね着る機会があれば来てください、はい、はい、それでは、あ、それではじゃない、次、あ、次は物販になります、さっきね告知もしたからね、けどね、はい、それでは、それではじゃないもん、どうしたはい、これで、はい、はい、じゃあ本当に締めます、はい、せーの、私たち A でしたありがとうございました、今日はねちょっとグタグタだったけど、みんな盛り上げてくれてありがとうございました。